皆さんこんにちは。今日はバランスボールを使って簡単ストレッチエクササイズをやっていきましょう。まずはバランスボールに座ってこのままバウンドです。力は抜いてダーンと。これからやっていくエクササイズのためのウォーミングアップです。 OK、 では一度動きを止めていただいたら手のひら横に開いてそのまま横に体を動かしていきましょう。この時背骨はまっすぐ保ったまま、そのまま横に行ったり来たりするだけです。OK、 では一度動きを止めたら今度は体を横に倒していきましょう。ボールと転がす方と反対側に体を倒してみてください。ここに手の動きを加えていきましょう。ボールと転がる方と同じ側の手を上げてぐーっと体を横に倒し脇腹を伸ばしていきます。ここに呼吸を合わせましょう。息を吸って吐く息でぐーっと脇腹を伸ばしましょう。息を吸って吐きながら反対ふーっと倒していきます。息を吸って吐きながら左側に、あと2回ずつ息を吸って吐きながら、息を吸って吐きながら左に、ラスト1回息を吸って反対右側に、息を吸って吐きながら左に。 OK、 ゆっくりと戻していきましょう。続いて背中を丸めたり伸ばしたりしていきましょう。そこに手の動き合わせていきます。胸を開いて息を吸って吐きながら手の甲同士近づけていきながら背中を丸めてみましょう。息を吸って胸を開いて吐きながら手の甲同士近づけるように背中を丸めます。3回目、息を吸って手のひら天井方向、吐きながら手の甲同士を近づけます。息を吸って胸を開きます。吐く息、手の甲同士を近づけて、ラスト1回息を吸って胸を開く、手のひら天井方向、手のひら内巻きにねじっていきながら手の甲同士を近づけ、手と背中で引き合うようなイメージ。では一度動きを止めて楽にしましょう。続いて手をバンザイの運動ですね。息を吸ってバンザイ、胸の前で手を組んで吐く息、手をぐーっと前に押し出しましょう。先ほど同様手と背中で引き合うイメージ。息を吸ってバンザイ、吐く息、胸の前持ってってふーっとしっかりと吐き切ります。息を吸ってバンザイ、胸の前で手を組んで吐く息、ふーっと背中を丸めながら手をできるだけ前に伸ばしていきます。4回目、息を吸ってバンザイ、胸の前で手を組んで吐きながら背中丸めましょう。ラスト1回、息を吸って背筋を伸ばし、胸の前で手を組んで吐きましょう。 OK、 続いて股関節の運動をしていこうと思います。できるだけ足を開いてもらって膝が内に入らないように注意してください。手のひら膝の内側にセットし、肩をぐーっと入れていきながら体をねじってみてください。息を吸って吐く息で反対、ふーっと天井を見上げていくようにこちら側の肩ね、中に入れていってください。息を吸って吐く息、反対方向、吸って吐く息、反対、天井を見上げましょう。吸って吐く息、天井方向を見上げます。吸って反対です。ラスト1回ずつ、吸って吐く息、体をツイスト、余裕がある方は天井を見上げていきましょう。吸ってラスト反対左側、吸って、はい、 OK です。続いてももの裏側のストレッチです。右の膝伸ばしていただいて、
つま先上げられる方は上げていきましょう。股関節から畳むようにぐーっともも裏ね伸ばしていきましょう。背中が丸まるのではなくて、背中ぐっと伸ばした状態からそのまま折りたたむような感じでやっていただくと、ももの裏側ね、しっかりと伸びを感じられると思います。息を吸って吐く息でより深くストレッチ、息を吸って吐く息でさらに深く、ラスト1回息を吸って吐く息深くストレッチ、無理のない範囲で結構です。ではゆっくりと体を戻し、伸ばした膝を曲げてもらったら、今度反対左足膝を伸ばしましょう。余裕がある方はつま先アップ、股関節から折り曲げるように息を吸って吐きながら背筋伸ばしたままふーっと左足の前方の方に体を折り曲げていきましょう。息を吸って吐く息より深く、あと2ついきます。吸って吐く息前屈、ラスト1回吸って吐きましょう。ゆっくりと体を起こしていきましょうか。続いて体のツイストの運動です。手を胸の前でセットアップ、息を吸って吐く息で体をツイストします。もう一つ息を吸ってツイストした側の後ろ側にある手ぐーっと伸ばしていきながら、さらに体のツイストを深めていきましょう。目線は伸ばした指先ですね、見るようにしてください。息を吸って吐きながら胸の前に戻し、息を吸って反対側に吐きながらツイスト、息を吸って後ろ側の肘を伸ばし、さらに体をツイスト、吸って吐く息で伸ばした肘を胸の前に戻し、息を吸って吐く息反対側にツイストです。もう一度息を吸って後ろ側の肘を吐きながら伸ばし、息を吸って吐く息肘を畳んで胸の前、息を吸って吐きながら反対側にツイスト、息を吸って吐きながら肘を伸ばし、息を吸って吐きながら肘を畳んで胸の前、息を吸って吐きながら体側にぐーっとねじっていきましょう。あと1回ずついきます。息を吸って吐きながら後ろ側の肘を伸ばし、息を吸って吐きながら胸の前セットアップ、息を吸って反対側に吐きながらツイストです。息を吸って吐きながら後ろ側の肘を伸ばしていき、体を深くツイスト、息を吸って吐きながら手を胸の前、ラスト息を吸って中央に戻していきましょう。 OK です。続いて床面に降りていきますよ。正座ポジションからボールを体の前に置いていただき、ボールを前に転がしていきながら肩をしっかりと入れ、背筋を伸ばしていきましょう。吸う息で体の位置戻し、吐きながらもう一度前に、ふーっと吐きながらボールを前に転がしていきながら、背筋骨盤ねしっかりと伸ばしていきましょう。吸う息元の状態に戻し、3回目吐きながら前に、ふーっと伸ばしていきましょう。徐々にねボールを前に転がせる範囲を広げていくと、なおねストレッチ効果があります。吸って戻し、あと2回いきます。吐きながら前に、吸って戻し、ラスト1回いきましょう。吐いてふーっと吐きながら背筋を伸ばしていきながら、肩背骨をですねストレッチしていきましょう。吸いながら戻します。続いて四つ這いポジションから使
少し斜め前あたりにボールをセットしていただいて、片側の手、ボールの上に手を乗せましょう。息を吸って吐く息でボール側と反対側を向くように重心ふーっと引き下げていきながら、余裕がある方は天井方向に上げてみましょう。胸の前のストレッチ、息を吸って元に戻し、吐く息でふーっと体を沈めていきながら、天井方向を見上げ、伸びている方の胸の前のストレッチ、息を吸って戻し、吐いて、もう一度吸って吐いて伸ばしましょう。ラスト1回吸って吐く息、胸の前のストレッチ、吸って元に戻したらボールの位置を変えていきましょう。今度反対です。同様に四つ這いポジションから反対の手の前側にですね、ボールを置いていただいて、息を吸って吐きながら体のツイストしていきながらですね、胸の前の筋肉ストレッチです。吸って戻してポジション変えていきます。吐きます。吸って吐いて胸の前ストレッチ、ラスト2回吸って吐きながら胸の前のストレッチ、余裕がある方はちょっと天井を見上げるようなイメージ、吸ってラスト1回吐きましょう。吸って戻しましょう。はい、皆さんお疲れ様でした。いかがだったでしょうか。ボールを使いながらですね、このようにストレッチをしていくことで体全体のストレッチができてですね、体ね、かなりスッキリしてる方多いと思います。このように道具を使うことでですね、かなり効果的にですねストレッチをしていくことができますので、ぜひね、ご自宅で眠っているボールあると思います、部屋のね片隅にボールが置いてある方はですね、ぜひ出してきていただいて、ご自身の体の健康づくりに役立ててください。猫背のアジトでは姿勢改善であったり体が健康になっていくエッセンスを配信していますので、チャンネル登録まだの方は下の猫ちゃんマからポチッとしていただければチャンネル登録できます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。